中島翔也は東京都八王子市出身のサッカー選手。ポジションは MF、FW。プリメーラリーがポルティモネ生 s ス C 所属。日本代表。サッカー選手の小池龍太は母方の重邸。6歳の時にサッカーを始めるも、同時期に両親が離婚し、母子家庭に育ち、2つのサッカースクールとフットサル教室に通っていた。2004年より、 東京ベルギーの下部組織に加入。中学生時にはブラジルへのサッカー留学も3度経験した。2010年には東京都選抜の一員として国体で優勝。2011年にはクラブユース選手権で連覇を果たし、自身もベストヤングプレーヤーに選出された。また、2012年にはオランダのアヤックスアムステルダムに短期留学している。2012年2月、 西登録選手に登録され、トップチームに帯同。同年9月より監督についた高橋真一郎によって抜擢され、天皇杯2回戦の H 大板戦で途中出場し、トップチーム初出場。同月14日の J2 第33節、福岡戦で J リーグ初出場。同点となるゴールを挙げ、チームの連敗脱出に貢献した。翌10月に、 東京 V とのプロ契約締結が発表された。同月に行われた J2 第39節、栃木戦では、ハットトリックを記録。18歳59日での達成により、松並正信の J リーグ最年少記録を塗り替えた。2013年は、高橋の退任もあって、先発出場が激減し、2得点に止まったが、そのいずれもが決勝点となった。 J2 第35節群馬戦で決めた得点は、同年の J2 最優秀ゴール賞に選出された。2014年、以前、東京 V では満足に出場が見込めないことから、同クラブの新体制発表後に、FC 東京へ完全移籍し、同時に中島のサンを買うカタール富山へと期限付き移籍。富山では、中島の加入に合わせて、急遽布人が変更され、FW やトップした。 左サイドハーフに配された。スピードあふれるドリブル突破で後期に絡み前線からの守備に奔走するも味方のサポートが及ばずに孤立する場面も多く自身のシュートミスも重なって得点は伸びなかった。2014年8月25日 FC 東京へ復帰。シーズン半ばを過ぎ主戦力が固まっている中途中出場からのチャンスメイクで貢献した。二千十五年六月二十日 第16節の突戦で J1 初得点。2016年は U-23 代表での活動により、新チーム発足に乗り遅れたことから U-23 チームでのプレイが続いた。自身より若い選手が多いチームにあって、難しい役割を強いられる中で、右膝内側側側人体帯の重傷も重なり、J1 ファーストステージの出場は2試合に止まった。 J1 セカンドステージでは、中島の長所を尊重する、篠田義幸新監督のもと、FW 無力の負傷に伴い左サイドハーフに、敗されると、カットインからの鋭いシュートという得意な形から、ゴールへの積極性を存分に発揮。第11節湘南戦では2試合連続得点となる、ミドルシュートを決め、同16節の仙台戦では、 決勝点となる2試合連続のアシストで3連勝に貢献した。2017年は開幕から2試合連続で途中出場し得点に絡んだ。2017年8月23日、プリメーラリーガのポルティモネンセ SC へ2018年6月30日までの期限付き移籍が決定した。ポルティモネンセが公式サイトで発表した。9月3日。 カップ戦2回戦のシャベス戦で後半から出場して、移籍後初出場を果たした。9月8日、第5節の SL ベンフィカ戦で、スタメン出場をして、リーグ戦デビューを飾った。9月18日、第6節の CD フェイレンセ戦では、移籍後初得点を含む2得点の活躍を見せた。10、11月には4試合で3得点を記録し、リーグが選出する。 同期間の最優秀 FW に選ばれた。最終的にはリーグ戦29試合に出場し29試合でスタメン21試合にフル出場し10得点12アシストという成績で終えた。2018年5月16日、ポルトガルのフットボールゲーム制作会社リアルフィバーによるリーグの年間ベストイレブンに選出された。二千十八から十九年シーズン 9月23日に行われた第5節のビトーリアイスシーンで2得点を上げて今季初勝利に貢献し10月7日に行われた第7節のスポルティング CB 戦では2得点にアシストと全得点に絡む活躍を見せ勝利に貢献した2019年2月3日カタールスターズリーグのアルドファイル SC への完全移籍が発表された 欧州の報道によると遺跡金は3500万ユーロで中田秀俊が2001年に遺跡した際の約32億円を上回る日本人史上最高額となった3月12日 ACL 第2節のあるヒラル戦で ACL 初得点を決めた2019年7月5日プリメラリーが FC ポルトへの完全遺跡が発表された 契約期間は5年。背番号は当初8となる予定だったが、プレシーズンマッチでは背番号10を着用し、7月18日に10番をつけていたオリベルトーレスのセビージャ FC 遺跡に伴い、正式に背番号が12変更となった。8月13日、CL 予選3回戦セカンド、レグの FC クラスのダール戦で遺跡後初出場を、 果たした。8月17日、第2節のビトーリア・セトゥーバル戦で、途中交代から移籍後リーグ戦初出場。12月19日、タッサでポルトガル5回戦の CD サンタ・クララ戦で、移籍後初ゴールを決めた。リーグ戦では16試合に出場したが、新型コロナウイルスによる中断を経てからのリーグ戦、再開後は、出場機会がなかった。チームは、 リーグ優勝を果たしたが、優勝セレモニーやシーズン終了後のイけるカシージャスの送別会にも姿を見せなかった。中島の妻はズダ持ちであり、さらに雇っているスタッフがコロナの影響で帰国してしまったことから、妻の看病のためにチーム合流を拒否していたことを、ポルトのスポーツディレクターであるルイス・ゴンサウベスが明かしており、我々はそれを解決したいと思う。 彼も保証してくれたとコメントし、クラブと中島との間に溝がないことを強調した。2020から21シーズン、UEFA チャンピオンズリーグ、グループリーグのマンチェスターシーで約7ヶ月振りとなる公式戦出場、チャンピオンズリーグ初出場を果たし、10月24日のジルビセンテ戦ではシーズン初の先発起用されると決勝ゴールをアシストした。 アルアイン FC2021 年1月16日、アラビアンガルフリーグに所属するアルアイン FC への期限付き移籍が発表された。しかし2月23日、ポルトガル神、王女後など複数のメディアが中島が練習中に足首の頸骨骨折及び人体断裂の大けがを負ったことを報じ、移籍後わずか2試合の出場で残りのシーズンを棒に振ることとなった。 ポルティモネンセ SC2021 年8月25日、プリメーラリーガに所属するポルティモネンセ SC への期限付き遺跡が発表された。現在は、フルス復帰が決定。2011年、U-17 日本代表に選出され、U-17 ワールドカップに出場。準々決勝ブラジル戦では、相手のスペースを巧みについて、得点を挙げた。二千十四年、 テクラモリ誠監督率いるリオデジャネイロオリンピックを目指す日本代表に選出され、2014年1月開催の U-22 アジア選手権に背番号10を背負って出場。切れ味鋭いドリブルで相手 DF を翻弄し、チーム最多となる3得点を記録した。同年9月のアジア競技大会でもエース格としてフル出場を続けた。2015年、 AFC アジアカップ2015のサポートメンバーとして A 代表に帯同。数合わせとしての参加ながら得意のキレのあるドリブルで控え組みを盛り立てた。その後も相手の守備組織を格乱する素早い動き出しでパスを呼び込み得点力と運動量を兼備するチームに欠かせない存在として信頼を集めた。U-23 日本代表として出場した2016年に1月の AFCU-23 選手権では、準々決勝 U-23 イラン戦での2得点や、決勝 U-23 韓国代表戦での、浅野拓磨による決勝点のアシスト、素早い攻守の切り替えを体現する運動量で、チームの初優勝に貢献し、大会最優秀選手に選ばれた。負傷により、トゥーロン国際大会を欠場し、 一時は、オリンピック本大会出場を危ぶまれたが、キリンチャレンジカップ U-23、南アフリカ戦で2得点を挙げて、メンバー入りを手繰り寄せた。オリンピック本大会では、グループリーグ第2戦の U-23、コロンビア戦で、先発出場し、相手 GK の頭上を抜く、 鮮やかなミドルシュートを決めて、決勝トーナメント進出への望みを繋いだが、第3戦の他チームの結果により、グループリーグで敗退した。このゴールにより、テクラ森体制下での総得点は、チーム最多となる19得点を数えた。2018年3月24日、マリとの親善試合で、サッカー、日本代表として、デビューを果たし、初出場ながら3差を、ケントのボールに合わせて、 ネットを揺らし、チームの窮地を救った。この試合や所属チームの活躍もあり、W 杯メンバー選出に期待されたが、マリセンで中島を代表に選出し、この試合の中島を絶賛していたバヒド・ハリル・ホジッチが、日本代表監督を解任された影響もあり、W 杯メンバーからは落選した。8月30日に発表された、森安一新監督の初陣のメンバーに選ばれ、 9月11日に行われたコスタリカ戦からメンバー外の香川真嗣に代わり背番号10をつけてプレーしている。2019年1月 AFC アジアカップ2019に向けて現地練習を行っていたが直前のチームでの試合の怪我の影響で不祥離脱を余儀なくされた。党大会では代役として追加招集された犬井上隆が背番号10を背負うこととなった。 3月の親善試合では、香川の復帰に伴いどちらが10番を着用するのか注目されたが、10番は香川が着用し、中島は8番となった。ボリビア戦では途中出場で得点を決め、この得点がサッカー男子日本 A 代表の平成における最後の得点となった。2019年6月、A 代表では自身初の国際大会である、 コパアメリカ2019のメンバーに選出。グループリーグ全3試合に出場。第3戦のエクアドル戦では、得点を挙げて、マンオブザマッチにも選ばれた。ドリブルを最大の武器とする。俊敏性に長けており、スピードの緩急や、鋭い切り返しを使って、突破を図る。日本代表で同僚の原口元気は、自身が嫉妬するドリブラー3位に、中島の名前を挙げ、 0から100がクソ早い今までの代表の中でも一番すごい。犬井くんとか近いけどよりキレがあると評価している。小柄ながら威力のあるミドルシュートを打つことができ AFCU-23 選手権やリオオリンピックワールドカップ予選などの重要な場面でたびたび決定的なミドルシュートを決めている。左サイドから中央に切り込み右足で ファーへ巻いてける形を得意とする。その特徴から、左サイドハーフで起用されることが多いが、他にも、トップ下、右サイドハーフ、セカンドトップなどのポジションをこなせる。ラストパスのセンスにも優れており、ポルティモネンセ時代はアシストを量産した。また、ポジションを一列下げて、ビルドアップやゲームメイクのサポートを行うプレーも、得意とする。その高いキック精度を生かして、 プレースキッカーを務めることもあり、日本代表でも多くの場面でプレースキッカーを務めている。オフザボールの動きにも優れており、相手 DF と MF のラインの間でボールを受けるプレーを得意としている。そこから素早いターンで前を向き、ドリブルシュートパスの中から適切なプレーを選択できる。日本代表で同僚の長友優斗はターンが上手い、日本代表2位に中島の名前を挙げ、 取ろうとしても、絶対逆にターンされる。しかも滑らかで速い、ボールの位置も絶妙と評価している。ボールに食いつきすぎな守備面の課題を指摘されることが多いが、ポルト遺跡以降は、パスコースを切る組織的守備に磨きをかけている。スタミナも豊富で90分を過ぎても、運動量、プレイ精度が落ちない。どんな状況でも、サッカーを楽しむことを心情としており、大舞台でも緊張せずに、 平常心で試合に臨むことができる。試合の中で何度も仕掛け続けられる。日本人離れした、強靭なメンタリティを持っている。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。